ちょっとお前らも来いっす。740人マジで見てるってこと？ 740 人マジで見てるの？あ、ちょ、あの、見てる人、ちょっとあの、非通知でもいいので、ちょっと非通知でいいので、ちょっと見てるかどうかだけ知りたいから、ちょっとどんな、そう、あの、いたずら電話やめてくださいね。080-8536-751、080-8536-751、こうかけてみて、これ。すごい、750人の前で俺喋ってるってこと、これ。今気づいたんだけど、もしかしたら750人みんな泣いてたってこと？これ見えてんの？え、見えてないの？やっぱ見えてないの？これ。これ何なの？この数字は何これ？ 753 って何？これ753って何これ？ファッチの人になんか、ショールーム753になってるけど、753に見てるのこれ、本当に。これ見てんのこれ。見られてるこれ、マジで。どうなのよ。だって見てる割にはさ、電話かかってこないんだけど、これ。ちょっとあの、ショールーム見てる方、ちょっと見てるかどうかわからないから、ちょっとコメントもないから、こう動いてるかどうかわからないから、見てる方がもしいらっしゃったら、ちょっとワンコールでもいいので、ちょっとかけてみて、これ。080-8536-751、080-8536、え、じゃあ、ごめんなさい、080-8536-751、080-8536-751、これかけてみて、これ。ねえ、これ、本当見てるこれ。見てんの？ファッチはゼロだな。ツイキャス民でもいいわ。ツイキャスは別に配信見れてるだろう、別に。これ、ショールームほんまに映ってんの？映ってる？人数がどんどん増えていくんだけど、これやばくないですか？やばくないこれ。え？ほら、まだ767とかなってるよ、これ。767人の前で、あの、僕喋ってるってことですか、これ。それで、そういう認識でいいの？合ってんの？パチンコ行っていい？え、パチンコ行ったらあかんのこれ。これほったらかしでパチンコ行ったらあかん感じ？え、これ何分やってんの？え、ちょっとフワッチとかツイキャスは30分でやるけどさ、これショールームっていつまでたっても終わらないんだけど。ショールーム終わらないんだけど、どうしたらいいのよ。ねえ、ちょっと。1号さん、これ本当の数字か？え？いや、本当の数字かって、どういうこと？本当の数字ってどういうこと？本当じゃない数字があるってこと？ちょっと、これどうしたらいいの？全画面表示になってんのこれ。もうなんかもうパソコン、もうね、このタブレット PC の色なんかおかしいし、もうなんなのもうほんと。なんで画面が全画面表示みたいになってんのこれ。これ全画面表示じゃなくするなんて、これ何やったっけ？コントロール何押すんやったっけ？どれ押すんやった？ちょっともう忘れたんだけど。動かないわ。いや、本当の数字までもうこれもう800超えてんだけど、ほら。800人が見てるってこと？ほんまに見てるの？見てるかどうかがわからないから、なんとも言えないんだけど、これ。ちょ、ツイキャス民も、これ800人が見てるってなんて、これ、ほんまなのこれ。800人見られてんのこれ。マジ？これマジなの？ほんまなの？嘘なの？どっち？どっちなのよ、これ。800人が見てるのか、800人もいたら1人ぐらい電話かけるだろう。嘘っぽいやろ？800人が見てたら1人ぐらい電話かけるだろう。だから、800人、誰でもいいですよ、あの、非通知でいいので、ワンコールだけかけてみてください。080-8536-751、080-8536-751ね。できれば、かけてきて、ね、ショールーム見れてまーすって言ってくれたら助かります。ショールーム見れてまーすって言ってくれたら助かるんですけど。
が1、ツイキャスが1で、ショールーム823やで。これ右向く必要ないやろ。もう右のフワッチのカメラ見る必要ない、なくない？船1号さん、大手がショールームやったらやばいことなるで、W。大手がショールームやったらやばいことになる。どういうこと？違うと思うで。多分、あのな、違うと思う。あの、大手がショールーム行ったところでやと思うよ。やっぱね、大手がショールームやったら、ところで200人ぐらいじゃない。僕が大手だから。大手 YouTuber がね、やっぱショールーム来るとこうなるんですよ。830、ほんまに見てんのこれ、ちょっと見てるかどうかちょっとわからないから、ちょっともう早くかけてきて、ちょっと見れてるかどうかちょっと知りたいだけなので、質値いいので、0808536751、0808536751に、ここに、かけてきて、ショールーム見れてますよって言ってくれるだけでいいです。声は乗りますけど、配信上。音割れ、音割れひどい。まあ、だからね、もうフワッチなんかもう、フワッチの時代終わったんです。フワッチの時代も終わってね、ツイキャスももうね、ツイキャスももう時代は遅れなんですよね。今時代はショールームなんだから。ね。フワッチってあった今、閲覧3やで、閲覧3、フワッチ閲覧さんの年間がショールームやるとね、850万人、わかります？ 850 万人。ね、850対3だからな。お腹空いたんだけど。ちょっと、850人中、誰か一人ぐらい、ふわっち行って、大花火、このね、かわいそうなお兄さんに大花火を差し上げて、ご飯食べてください、これでっていう人いないですか？いや、銀行振り込みしたところで今日ネットバンキングは振り込み覚えてるかもだけど残高確認、着金ができないだろ？だからいくらもらったかとかわかんないから、ね。それはもうアイテムで。船2号さん851いてもコメント少数。コメント少数というかコメントゼロなんだけど、これコメントどこにあんの？え、見れてないだけ。ちょっとショールームの使い方がわからんわ。ショールームの使い方がわからないので、どうしたらいいのこれ。スマホから安心しろから、今、Twitter D ももらっても見られへんし、どうしたらいいのこれ。これどうしたらいいの。船2号さん結果がそれ。え？どれ？け、ね、見えない。もう字が見えないわ、もう。結果がそれってどういうことよ。結果がそれって。結果がそれってどういうこと？結果がそれってどういうこと？結果ってどういうこと？ね、結果ってどういうこと？結果がそれってだって結果っていうのは870人がいるわけでしょ？ 870人が見てるわけですよ。ね、たった2人しか見てない、ガチさんの。船2号さん、コメントなければ意味ないな。コメントなければ意味ないです。まあまあ、そうやけど、そうだ、ツイキャスなんかずっとコメントすればいいことですから。やばくない？もう900行くんだけど。ちょっと900に行っちゃうんだけど、ショールーム。やばくない？これ。889になってるよ。早くになってる。じゃあ、889人の方、もし今この配信見れてたら、埋めてますよって、ちょっと数値でいいのでお電話ください。0808536751、0808536751。コメントも何もないので、このショールームが見れるかどうかちょっと不安なので、非通知結構ですから、0808536751、0808536751、ここまでね、お電話ください。お願いしたきます。ということでね、フォローゼロだろう。どういう意味？フォローって何？え、ショールームのフォローってあるのこれ。ショールームのフォローっていう概念があるの？だって、そりゃそうだろ。今登録して、今始めたところなんだから、これでフォロー300とか気持ち悪いだろ。今登録した瞬間にフォローわーって来たら、何その有名人、芸能人だけだろ、そんなの。後で僕ちょんツイッターに上げとくわ、そんな。ショールーム始めました。あ、それ、どっか機能ないのこれ。あ、
このシアってやつじゃん。このシアって、ショールームがこのシアってやつやったらツイッターに書けるんじゃないの？ショールームもフォロワーは結局今日限り、うさい、今日限りちゃうわ。900人超えたぞ、これシェアする。あ、あるある、ツイートってある。ボクチョン TV 配信中、ツイートしたぞ。配信を再開しますか？あ、切ってもたのもしかして俺。今切っちゃった感じ？ごめんなさい、今切っちゃ、900人とかで今切っちゃった感じですか、僕。切ったかどうかもわからないから、とりあえずね、コメントください、コメント。コメントいただかないと、1時間以上僕一人で喋ってるんだけど。一人で1時間以上喋ってるんだけど、903人だから。コメントが書くのめんどくさい方は、こちら、ね。080-8536751 080-8536751 こちらまでね、羊で結構ですか、羊かけていただいて、あ、ショールーム見えてますよっていうだけでいいので、ちょっと電話でいいから、ちょっとちょっと、コメントください。920いったぞ、900、これ1000人くんちゃうか、今日。マジで1000人くんちゃん。これ1000人くんちゃん。いっちゃうんじゃね ?1000 人いっちゃうんじゃねマジで。マジで。1000人いったら、ショールーム、1000人いったら、ショールーム見てる方限定で、ショールームを 見たっていう方限定で、ショールームを見たっていう、14歳から17歳の可愛い JC、JK 限定で、ご飯をもります。それあかんねやろな。それ配信したらあかんねやろな。あかんあかん。そういうのはあかんな。そういうのはあかんな。うん。ショールームを見ましたっていう、かわいい女の子限定で、コラボ配信、ご飯食べに行きませんか？あかん、こういう配信もあかんのかな？こういう配信としてあかんのかな？わかんないんだけど。わかんないんだけど。結局、電話もゼロ。そう、じゃあ、ゾウトさんから番号言うてて、電話もかかってこないんだけど、マジで。この携帯番号止まってる？携帯電話止まってる？ちょっと待って。ちょっと待って。携帯止まってるのこれ、もしかして。85367512。かかるな。なんでかかってこないの？マナーモードってどこで切るのこれ。マナーボタン当たる。常に号さん、ショールームの900人は架空です。いや、だって1000人近く見てたらさ、1人ぐらい電話できるでしょうよ。1000人近く見てたら。ねえ。コメントあるのか。ショールーム見てる方、本当にこう見れてるかどうかだけでいいので、一つでもいいですから、電話もらえますねえ、ショールーム見えてますよーって電話もらえます。080-8536751、080-8536751、こちらまで、お電話いただけます？かけれますから、かかってくると、こういうふうには着信が出ます。ちゃんと鳴りますから、ね、ショールーム見られてる方で、ね、見れてますよ、心配しないで、見れてますっていう方で、ね、ちょっと勇気のある方、別に勇気なくてもいいから、別に非通知でいいので、非通知でいいですから、ちょっと電話かけてください。ふわっちとかツイキャスミンはいらないから、ふわっちツイキャスミンはかけてくるな。ふわっちツイキャスミンはかけてくるな。ショールーム見てる方で、何これ、お金かけなあかん感じ？ショールームも。電話かけてきた人にプレゼントとかやったらかけてくる感じ？もしかして。でもお金はあげれないですよ。お金はあげれないですよ。それはちょっとさすがにね、モラルに反する配信は僕ちょっとしたくないので、そういうことはできないですけど、ちょっと見られてる方いらっしゃったらぜひね、お電話ください。080-8536751、080-8536751に、ね、よろしくお願いいたします。早口でわからん。あ、そういうこと、早口すぎるってこと？僕が早口すぎますか？もう少しゆっくり喋った方が
お前ら手前にはちょうどいいですか ?080-8536-7512。080-8536-7512。これで聞こえた？これ聞こえた？まだ？ちょっとかかってこないんですけど。もう15人ぐらいで1000人いくぞ。鍵だ。もしもし。もしもし。いたずらです。あ、バブルだ。え？つながりましたね。よかったです。寝てたってことで、ありがとうございます。はーい。はーい。つながったぞ。ありがとうございます。お名前言うときますか？嫌いだぞ。嫌いちゃった。お名前とか、あと、言いたいこととかあったら、セブンの前で言えたのに。あ、ちょうどいませんね。ショールーム初日で1000人いったぞ、1000人。なあ、言うときますけど。ねえ、YouTube のチャンネル登録、ちゃんと僕1700人ぐらいにね、こっちの、なんだ。ショールームでもう1000人行ったから。1000人行きました。で、1000人見れてるみたい。電話がかかってきたってことは、見れてるのは見れてるみたいね。うん、1000人は見れてる。1000人の前で大泣きしてんの、これ。これ、1000人おった人ぐらい金持ちおるんじゃない？金持ちの人もいるんじゃない。フワッチは貧乏人しかいないけど、ショールームですよ。ファッチミン、ツイキャス民の方ね、これ。ね、ファッチミンの方、これほら。千人が見てるぞ、お前ら。ショールームの方、千十、千四十、マジでか。え？ちょ、マジでか、これ。ほんまに言うてる？あ、千十人が見てるってことは、千十人の中にもしかしたらお金持ちの方がいらっしゃるかもしれないので、僕もお腹空いてるんですよ。お腹空いてるので、ね、かわいそうだな。これで何か食べてっていう方がいらっしゃったら、ね、古式行為はね、やっぱり違法になるので、あんまり直接言わないですけどね、現金書き留め、もしくはね、食料。お肉とか、お作りとか、僕ね、お作り大好きで、お肉も大好きで、高級和牛とか大好き。お酒も飲みます。焼酎も、酎ハイも、ビールでも何でもいいのでね、そういったね、支援物資をね、あ、送りてーな、もしくはね、レビューしてほしいなって方はね、宛先はこちら、郵便番号545-0003、郵便番号545-0003、大阪市、陸の二つに、4-1、ケーキプランニング宛てでお願いいたします。明日ぐらいから荷物大量届いたらどうする？なあ、明日ぐらいから支援物資が大量届いたらどうしたらいいの？これ。こなせるのかな？まあ、見えてることは見えてるらしいから、見えてることだけ分かったから、これは安心した。安心したんだけど、コメントがないのよ。これどうしたらいいの？いや、フワッチとかツイキャスはコメントがあって、それに対応して、なんかこう、コメント読んだり、リアクション取りゃいいけど、ショールームってどうしたらいいのこれ。ちょ、マジで。ずーっと喋っとくだけ。ずーっと喋り続けんの。いや、漫才師でも、一般ピーポーですけど、僕。ね、アマチュア。ね、プロじゃないから。あ？ただ見なんでしょ、これ。ただ見されてるだけで、そんなね、プロのテクニックを要求されても僕も困るので、とりあえず10代美少女がいたらご飯行こうか。あかん、それは、そういうのあかん、そういうのなし。じゃあ、こっそり言うとこう。24歳、25歳までの、可愛い系女子で、彼氏がいなくての方、ショートメールで結構です。
ショートメールで結構です。080-8536751に、080-8536751に、社会実験、ナンパじゃない、これネットナンパじゃないからだ、社会実験だからな、080-8536751に、080-8536751に、ここにね、24歳までの、可愛らしい女性の方でね、コラボしてもいいですよ、もしくは配信に行ってもいいですよ、もしくは、ご飯だけでもいいですよ、もしくは、だからね、いらっしゃったらぜひね、電話かけるのは恥ずかしいとかだったら、全然ショートメールでもいいですし、ツイッターアカウントとか、DM で送っていただいても全然いいですよ。大丈夫ですよ。見ますので、ね。僕は全然プロでも何でもない、素人のお兄さんなので、ね、緊張せずにね、緊張せずに落ち着け。ということで。見て、ふわっち。うわ、俺もしかしてふわっちゼロなのこれ。マジでか。なんでふわっちゼロ？え？ふわっちゼロ？ツイキャスゼロ？マジで？ツイキャスが010のふわっちが07で、なんでこれ？ショーの1079人今見てるんだけど、どういうこと？1079人、これなんかこう、リアクション、リアクションないの？こっからリアクションっていうのはないわけ？ショールーム見てる人から、なんかリアクション来ないんですかこれ。これテロップって何？これ、もしかしてラジオ配信？違うよな。どういうこと？美肌ボタンがあるよ。投票って何？投票。選択肢の数を決めて投票開始してください。どういうこと？よ、わからん。投票とかできんの？投票。別に投票はいらないよ。どうしたらいいのこれ。もうちょ、1000人見てたらもったいないんだけど、これ。1000人見てるからもったいないんだけど。ちょ、中には、美少女とかもいるだろう。可愛い女の子とかいないの？あ、可愛いって言うからあかんのか。女の子。これ、コラボできる女の子とかいないですか？できれば大阪市で。今から大阪市で、ご飯食べに行く配信にコラボできる女の子。もしもしもしコメント欄見てます？コメント欄って何ですか？コメント欄はい。僕今こうスマホから配信してるんですけど、スマホの、はい。3つありますね。3つある？どういうこと？3つある？何が3つある？どういうこと？画面の下に3つ。3つ？ 3つ？何が3つ？どういうこと？これは、はい。じゃあ、配信者じゃなくて、見てる側するの。ああ、なるほど。はい。そういうことね。コメントずらずら出てる。マジでコメント出てるのこれ。コメント出てるの？どこに出てるのコメント？どれなんやろ？タイムライン、一番左がタイムライン。左ってなんすか？左？画面の下の一番左がタイムライン。画面の下、はい。コメント。多分ね、それ配信用の画面じゃないんですよね、きっと。ああ、なるほど。じゃあ、コメント下げてたんですね、僕。全く。マジで？来てるんですよ。ありがとうございます。じゃあ、コメントしてくれた方ありがとうございます。マジですか？うれしい、ありがとうございます。マジですか？はい。なんか、いいとこがあれば、配信載ってますんで。大丈夫ですか？今、いいですか？はい。今日の夜からのイベントなんですが、地上波 CMTV というのがありまして、なるほど。
見たら、そうなっただけで。ああ、ありがとうございます。見えてなかったです、熊猫さん。はい。今やっとね、パソコン、スマホの画面、配信をスマホでしてて、スマホの画面が小さくて見えないので、今ね、こうやってパソコンで見てます。わかります？パソコンでね。パソコンで、これすっげえカメラがあるんだけど。パソコンで、自分の配信を自分のパソコンで見ながら、うん。これが一番、あれかな。マジでか、個人情報を探しちゃダメなのですよ。どういうこと？個人情報って何？個人情報って何？僕の個人情報はいつも裸だったら面白くないわ。別にダサくでも何でもないわ。マジですか？で、1470人も人がいたら、ね、少しぐらい優しい人とかお金持ちの方もいらっしゃると思うんです。ね。僕、非常に今お腹減ってるんですよ。ね。お腹空いてるんです。で、食べ物とか、お肉とかも食べれるし、ね、魚も好きですし、ね、お酒も飲むので、ね。どうしよう。どういうこと？何これ怖い。なんか喋ったぞ、今。